東松山市の子ども動物自然公園ではクオッカの赤ちゃんが順調に育ち、訪れた人たちを楽しませています。子ども動物自然公園で去年生まれたクオッカの赤ちゃん、チャコです。母親のリコと揃って草や葉っぱを食べるなど愛らしい姿を見せ、来園者を楽しませています。クオッカはカンガルーの一種で、顔の表情が笑っているように見えるため、世界一幸せな動物と呼ばれています。生息地のオーストラリア以外では展示されていないため、日本の動物園で見ることができるのは、子ども動物自然公園だけです。赤ちゃんは、生まれてからすぐに母親のお腹の袋の中で育てられ、半年ほどで顔を出します。チャコは去年12月に顔を出し、今年に入って一般公開が始まりました。今では園内を飛び跳ねるようになり、訪れた人たちは成長した様子を写真に収めていました。